11月19日午前の取引が終了しました。日経平均株価反発しています。今日の前引けは208円52銭高の 38,429 円37銭となりました。トピックス東証株価指数も 12.71 ポイント高、 JPX 日経400 106.60 ポイント高とそれぞれ上昇しています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 72%、 1177銘柄、これに対して値下がりが 25% の412銘柄、変わらずが約 3%、 56銘柄という構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って上げています。今日は規模別では大きな偏りは見られておりません。全体的に上昇しているという相場です。機内は通常のボリュームと言っていいでしょう。一時期先週までは決算発表が行われて銘柄選別のための売買が活発化して商いがやや増えておりましたが、今週に入ってからは通常に戻ったという印象です。前引け段階東証プライム売買高8億8200万株余り、売買代金が1兆7816億円、このペースで後場も推移すれば1日通して3兆円台半ばぐらいの売買代金ということですから、決算発表前の通常のボリューム感ということになろうかと思います。今日は朝方から買い注文先行して日経平均株価堅調な展開となっています。昨日の18日アメリカ週明けのニューヨーク市場におきまして、ハイテク株が堅調、半導体関連株などが上昇した流れを受けまして、東京市場でも半導体関連など値傘株に買い注文が流入しました。日経平均株価朝方には上げ幅が300円に迫る場面も見られました。3万8500円台に乗せたというのが一瞬ありました。ただ上値をどんどん買い進む動きとはなりませんで、その後は短期の利益確定売りなどに押されて上げ幅を縮小、前引け段階では再びやや買い直されて208円高としっかりした展開で終わっています。率にしますと 0.55% の日経平均株価は上昇率となりました。ただ決算発表も一巡したということで個別の手がかり材料などは乏しくなり、商いはやはりさすがにトーンダウンといった今日の相場であります。そういった中で個別で値上がり目立った銘柄としましては、総合家電大手電池などデバイス事業も展開しますパナソニックホールディングス6752が商いを伴って続伸しています。3営業日ぶりに年初来高値を更新しました。昨日18日のアメリカ市場におきまして、電気自動車向け電池、このパナソニックが電気自動車向けの電池を納入しておりますテスラの株価が上昇したということが連想買いを誘いました。テスラにつきましては、アメリカのトランプ次期大統領の政権移行チームが自動運転に関する規制緩和を検討しているというのが報じられたことで、これがテスラの買い材料になった面があります。これが東京市場のパナソニックにも波及したという形であります。一方下げた銘柄としましては、オフィス家具大手の伊藤忌7972、こちらが売られて反落しています。伊藤忌が商品の配送を委託した運送業者に対して契約を超えて働いた分の料金を支払わなかった独占禁止法違反の恐れがあるとして、公正取引委員会が近く警告を出す方針を固めたと報じられまして、これが嫌気された形です。以上、今日全日経の東証アローズからお伝えしました。